はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはアウターワイルズ、アウターワイルズ、なんだろうね、アカエロジストエディションってのかな、アーカエロジスト、よくわかんないけど、なんだかエディションって書いてあるんだけど、多分これパッケージとしては初登場。なんかね、アウターとかね、このワイルドとかね、つくタイトルって結構ね、アウトワイルズとかね、なんかアウターなんちゃらとか結構あるから紛らわしいんだけど、多分これ日本国内ではパッケージは初だと思います。PS5 とスイッチですね。ということで、2024年10月24日発売。あなたの、じゃあ繰り返す最後の22分、あなたは何する？ということで、全世界で大絶賛の宇宙探索アドベンチャー、アウターワイルズ、アルカエロジストエディション。これなんでこういうさ、日本人が読みにくいエディション作るのかね。でもこれハピネットなんだよね。まあいいや、はい。ということで、キービジュアルってあれこれか。ここに書かれてるデザイン。この辺は日本人が書いてるのか。じゃあゲームのイメージとは違うんだ。それはそれで困るんだよな。まあいいや、これ、まあいい。通常版と特装版が出ますよ、ということなんですが、パッケージ版初回購入特典は結構良さそうですね。まあいいや、ゲーム内容。ちょっとゲーム内容。いやいや、ゲーム内容。はい。ということで、ストーリー。新米の宇宙飛行士であるプレイヤーは、初飛行の夜22分を繰り返すループに囚われてしまう。謎に満ちた宇宙を舞台に、時間とともに変化する惑星などを探索し、ループや宇宙の謎に迫る。22分って、実時間の22分繰り返すってことは結構、なんだろう。逆に言うと、その時間帯だけしっかり作られてんのかな。シェンムでいうとこのこうね、街歩いてる人ついていくみたいなあったけど、22分間だったら毎回同じ動きしててもまあ、許されるっていうか、それをこうね、解いていくっていうのはあるけど、まあ、ムジュラとかもね、あるけど、22分だったら多分、いろいろとこう、バリエーション作れるような気がするけど、そもそもこれ街の人とかっていうか、いるのかな？システム。宇宙探索、オープンワールドの星、星系を、宇宙船に乗って移動し、様々な場所を探索しよう。あ、結構いろんなとこ行けんだ、22分なのに。情報収集。惑星をめぐり様々な情報を入手しよう。それらを集め、空港記録を、更新し、宇宙の謎を解き明かそう。22分なのに。自分なりの22分。22分間を繰り返す宇宙では何をするのもあなた次第。惑星探索で情報収集に疲れたら、焚き火でうっとりしたり、マシュマロを焼いて休むこともできるという。それがあれか、さっきの絵柄か。でもメインビジュアルで使われてる、ちょっとその、完全に漫画調の絵とはタイプが違うよね、こうゲームの。なんだろう、ちょっとデフォルメ 3D 系って感じなのかな。デフォルメでもないのかな。ゲームのビジュアルとしては、これがリアルに、ここに人間が乗るとどんな感じかっていうのが、の絵がちょっとないんだよな。うん。まあ、多分、ムービー見ればわかるんだろうけど、いいや。はい。で、追加コンテンツ、アウターワイルズ、エコエスオブジアイっていうのかな。エコか。エコーズオブジアイか。エコージオブザアイ。でもさっきのサブタイについてたのアルカエ、まあいいや、ミュージアムに、新しく展示された説明のつかない惑星写真。それをきっかけに未開の地へと、最後の旅に出る。あなたは絡まった謎を紐解き、宇宙の、深部を解き明かすことができるのか、ということで、まあなんか追加のコンテンツもついてるっていうけど、本当この追加コンテンツっていうのは、ちょっと待って。いいんだけど、通常版と特装版があるけど、さっき特装版のところには、これ特装版は、
なるほど、特装版はゲーム本編だから、これ通常版のパッケージか裏バーコードなしか分かんないけど通常版パッケージがあって、でファブリックポスターでこのデミズ・ポスカー先生っていうのかな、書き下ろし式ビジュアルだからパッケージで使われてる絵柄のポスターとアクリルキーホルダーが入ってるから、いわゆる DLC 的なものが特装版に入ってるわけではないっていうことみたいですね。だから追加のものっていうのはあれかな、でダウンロード版に対する、ダウンロード版ではそのダウンロードコンテンツ、追加ダウンロードコンテンツになってるっぽいものが、ディスクに入ってるってことだよね多分。特に DLC の説明なかったから、まあそんな感じに思われます。はい、ということでタイトル、アウターワイルズ、これ読めないんだよな、アルカエロジストとかいうのかな、エディション、まあよくわかんないけど、はい、2024年10月24日発売で、通常版が4950円税込みで、特装版が7480円税込みなので、まあポスターとキーホルダーだっけ、なんだっけ、で結構いい値段しますね、2500円ぐらい、うん、しますね。まあまあ、んだからゲーム普通にね、なんだろう、あの僕のイラストの描かれてる方が知らないんであれなんですけど、そういうファンの方からすると多分そういうポスター欲しいんだろうなっていう、でもそこを狙っての付属でつけてんだと思うんで、まあそこら辺はねよくよくチェックするといいかと思います。でジャンルが宇宙探索アドベンチャー、プレニーズ1人ゼロ A、 だからこれあれかな、宇宙探索してこう22分間ガーッと突き進んで、あのやり直しになるのかな、わかんないけど、22分間でこう行ける範囲っていうのが多分宇宙の行ける範囲があって、そこの中をこういろいろ探索して記憶が蓄積されていくのかなとか、なんかいろいろ考えるとね、あのなんだろう、こう繰り返しやって理解が高まっていろいろやりたくなるんだったらいいなーって感じがするけど、宇宙探索ものって結構こう難しくて手詰まりになると嫌になるから、その辺のこうさじ加減ですよね。でもアドベンチャーって言ってるぐらいだから多分、でセロ A だからなんかそんなに暴力的なものでもなさそうなんで、まあ普通になんだろう、こうテキストアドベンチャーじゃないけど、こう移動してなんか謎解いていくようなアドベンチャーが好きな人にはいいのかなっていうような、あのざっくりとした感想です。はい。